アメリカ軍の大規模演習に伴い、今日航空自衛隊松島基地で予定されていた F-16 戦闘機による訓練は、天候不良のため、明日以降に延期されました。アメリカ軍は今月7日からアジア太平洋地域で大規模演習バリアントシールドを行っていて、今回は初めて自衛隊も参加しています。この一環として、 今日東松島市の航空自衛隊松島基地に F16 戦闘機が6機程度展開して訓練を行う予定でしたが基地によりますと天候不良のため明日以降に延期されましたバリアントシールドは今月18日まで行われる見通しです